カイル・ジョゼフ・ジマーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ市、ラホヤ出身のプロ野球選手、ウトウミギウ MLB のカンザスシティロイヤルズ所属。弟のブラッドリー・ジマーもプロ野球選手である。2012年の MLB ドラフト一巡目で、カンザスシティロイヤルズから指名され、6月7日に契約した。ルーキー級アリゾナリーグロイヤルズで、プロデビューし、 3試合に登板。1勝0敗、防御率0.90、13奪三振と高騰し、7月24日に、A 級、ケーンカウンティクーガーズへ昇格した。A 級、ケーンカウンティでは6試合に登板して2勝3敗、防御率2.43、29奪三振を記録した。2013年はまず A、9ウィルミントンブルーロックスでプレーし、18試合に、 登板して4勝8敗、防御率4.82、113奪三振を記録した。7月19日に AA 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズへ昇格。昇格後は上腕二頭筋の故障で4試合の登板にとどまったが、2勝1敗、防御率1.93、27奪三振を記録した。2014年は、 右後輩筋の故障で開幕から離脱し、5月27日には6週間から8週間の離脱が発表された。2015年11月20日にメジャー契約を結んで40人枠に入った。2016年もメジャーデビューはならず、マイナーでも A 級ウィルミントンと AA 級ノースウエストアー関西で計算試合の先発登板に止まったが、防御率1.59を記録した。 2017年もメジャー昇格はならず、A 級ノースウエストアーカンソーとトリプル A 級オマハストームチェイサーズで計3試合の先発登板に止まり、防御率も5.79だった。2018年3月28日にィーフとなった後、4月3日に一旦自由契約となったものの、6日にロイヤルズとマイナー契約を結んだ。この年は、 右腕と右肩を痛めて全球した。オフに FA となったが2019年1月4日にメジャー契約で再契約した。2019年シーズンの開幕はメジャーで迎え31日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。ありがとうございます。